心得だよ。クレイと一緒に魚をドカーンし、肉取れたら一日反省室に閉じ込められるけど。お嬢様の仰せのままに。
次を前。鎖神里流消滅。夜の源限ボンボン爆弾。はっやっよし弾けだ。姿を見せよオーズ。上に報告すべきだ。星と深淵を目指せ。無事今日の依頼。お待ちください。
何か用ですか？もう待ちきれない！本当に俺を呼んだのか？気晴らしになるな。
見切りました。スーパーミオ。はっ。いや。え？
ガッ。難攻不落。来た甲斐があった。いざ。剣女盤石。裁きの雷槌。よし。つっ。無我の境地。あら、ひゅ難攻不落。アツアツでしょ。見切りました。ふん。ひゅっ。せん。受け取りなさい。私には無用の長物です。しっ。はっ。しっ。裁きの雷槌。主婦の夢にすぎません。Thank you.
逃げ道はありません。剣女盤石グオパーよ、それはっやっはっ燃えろ岩山八九見切りました。やっはっせさっせ椿の雷。熱々でしょ。はっやっはっふっふっふっはっ難攻不落。くらえ。天道、ここにあり。難攻不落。見切りました。稲光、すなわち永遠なり。やって。の雷。てっせっせっせくらえへっほっくらえ。岩山八九グオパーよせえはっ逃げ道はありません。ふっせっさっせえっとはっふっやっふっせえはっふっ見切りました。やっせえだはありません。
よし。難攻不落。さばきの雷ち。剣女盤石。逃げ道はありません。ここより弱滅の時。そこ。受け取りなさい。私には無用の長物です。いざ。みんながそばにいてくれるわ。うん、話が通じないなら見切りました。ふっ、よっ、ヒュッテ、稲光り、すなわち永遠なり。シュッ、ハッ、天理チョーク、剣女盤石、くらえ、料理の時間だよ。逃げ道はありません。の境地。てっよっ、さっ、さっ、さっ、ふん、てっよっ、てっ、ふっ。来た甲斐があった。いざ。全力攻撃だ。見切りました。へっ、よっ、へっ、さっ、逃げ道はありません。グオパー、よっ、燃えろ。ふん、よっ、へっ、見切りました。ふっ、たっ、はっ、せっ、ふっ、そこ、たっ、ふっ、せっ。逃げ道はあります。熱々でしょ。難攻不知恵の宝物、実に貴重だ。せえ、せえ、燃えろ。冒険だ、冒険。
料理の時間だよ。せい、見切りました。よっ、はっ、せい、はっ、せい、はっ、せい、逃げ道はありません。天道、ここにある。難攻不落。よっ、へっ、全力攻撃だ。はっ、て、さ、ふっ、せ、さばきの雷。はっ、せ、せ、せ、さ、よっ、さばきの雷。やっ、ふっ、無我の境地。ふっ、やっ、はっ、つ、見切りました。はっ、やっ、はっ、つ、と、ふっ、さ、まるで奇跡だ。
裁きの雷。はっ。受け取りなさい。私には無用の長物です。し、ひゅっ。し、燃えろ。料理の時間だよ。話が通じないなら逃げ道はありません。稲光、すなわち永遠なり。ガンザンハチク、くらえ。クオパー、よ。見切りました。ガンザンハチク。料理の時間だよ。燃えろ。逃げ道はありません。暗算八九。イニシエの宝物、実に貴重だ。難攻不落。せい、全力攻撃だ。グオパー、よっせい。師匠の裁きの雷、無我の教師。よし。天道万象。料理の時間だよ。燃えろ。見切りました。そこ、燃えろ。暗算八九。クオパー、火を受け。みんなは俺が守れ。逃げ道はありません。そこ。いや、剣女盤石。燃えろ。熱々でしょ。見切りました。難攻不落。や、せい。料理の時間だよ。燃えろ。いざ。くらえ。熱々でしょ。燃えろ。ここより弱滅の時。はっ。よっ。逃げ道はあります。難攻不落。天道、ここにある。よし、せい。料理の時間だよ。話が通じない。燃えろ。みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。
邪魔者の粛清を。裁きの雷。タッタッ。岩山八九。熱々でしょ。ふっ。燃えろ。見切りました。はっ。無我の境地。はっはっ。難攻不落。せえ。料理の時間だよ。燃えろ。熱々でしょ。くらえ。裁きの雷。ふっせっせっよっとっふっふっせっせっよっはっせっせっとっよっふっせっふっくらえ。料理の時間だよ。岩山八九。危機に陥った時の対応。スオパー、ミオ。見切りました。ふっ。ふっ。くらえ。全力攻撃だ。天道万象。料理の時間だよ。稲光、すなわち永遠なり。かけっこしましょう。師匠の技を食らいなさい。正真正銘のお宝だ。みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まず。天理チョーク。グオパー、ミオ。逃げ道はありません。せっかく、へっ。そこ、ここより弱滅の時。ふっかく、せっ。そこ、ふっかく、へっ。岩山八九。熱々でしょ。
間は俺が守る。やっせの雷鳴。全力攻撃だ。いなり狩り、すなわち永遠なり。やっはっ。はっ。ガンザン八九。料理の時間だよ。せっさ。せっ。逃げ道はあります。くらえ。無我の境地。裁きの雷。熱々でしょ。話が通じないなら
稲光、すなわち永遠なり。いざ。盤石。ルオパー、よっ。逃げ道はありません。せい、やっ、た、せい、そこ、せい、せい、せい、と、た、せい、せい、せい。天気チョーク、くらえ。熱々でしょ。見切りました。盤石、いざ。さて、逃げ道はありません。せっ、さて、燃えろ。難攻不落。せみんなは俺が守る。見切りました。剣女盤石、天道ここにある。裁きの雷、無我の境地。よし、そこ。来た甲斐があった。
いざ。
神里彩香、私についてきてください。裁きの雷。
逃げ道はありません。見切りました。逃げ道はありません。見切りました。主婦の夢にすぎません。難攻不落。古の宝物、実に貴重だ。いざ。難攻不落。燃えろ。全力攻撃だ。ねえ、師匠の技を食らいなさい。逃げ道はありません。ここより弱滅の時。天道万象、難攻不落。くらえ。料理の時間だよ。さばきの雷。
いざ剣女盤石燃えろ。受け取りなさい。私には無用の長物です。走るより飛ぶ方が早いよ。ここで一曲、宝箱の歌。今こそ出陣の時。剣女盤石燃えろ。みんながそばにいてくれる。暗算八九。剣女盤石。いざ。
今こそ出陣の時。甘い。難攻不落。燃えろ。ウオパー火を。逃げ道はありません。無我の境地。ふっ、よし。ダッシュ。そこ。よっ。難攻不落。熱々でしょ。ふっふっ。見切りました。この美しい風景もそばに誰もいない以上私の不変を引き立たせるだけ。浮世の風景は幾千年も変わらないというの。人の世とはこうも
白露と泡のように儚い。よう、旅人、久しぶりだな。元気か？おい、お前さん、もう俺のこと忘れたのか？俺は市長生号の副船長のジューザーだよ。この前、うちの市長生号に乗って稲妻まで行っただろう。いやいや、ジューザー副船長、お前のことならもちろん覚えてるぞ。こいつ、また冗談を言ってるんだ。に、ね、おっと、なんだ、そうだったのか。まあ、何しろ俺は市長生号の副船長だしな。ああ、いや、実は俺のことじゃなくて、うちの船隊に滞在してるカズハのアンちゃんのことだ。お前さんも覚えてるよな。稲妻から帰港するとき、あいつも俺たちと一緒に帰ることを選んだだろう。リーユへと戻る途中、あいつはどうも機嫌が良かったみたいで、航海中にみんなと詩を読んだり歌を作ったりしてさ。ただ残念なことに、俺たちの船じゃ北斗姉さんから今月まであいつのようにその趣と言うべきだな。あいつのように趣の分かるやつはいないんだ。そのせいか、リウエに着いた途端、あいつは船から降りて、いろんなところを見て回るためどこかに行っちまった。ずっと船にいたし、きっと退屈してたんだろう。でも離れて間もなく、あいつからお前さんの行方を気に留めるよう連絡が届いた。詳しいことは分からんが、お前さんに会ったら自分のとこに来てほしいと伝言を頼まれた。あの感じからして大したことじゃなさそうな気もするが、でも些細なことだったら旅人に頼む必要もないだろう。オイラたち、些細なことでもよく手伝ってるよな。おお、それは意外だな。そんなことまで手伝ってるとは。道理で北斗姉さんがお前さんのことを高く買ってるわけだ。北斗姉さんが言うように、お前さんは人情に熱いんだろうな。おっと、ついおしゃべりしすぎた。早くカズハのアンちゃんのとこに行ってやってくれ。あいつは多分リーユエコーの北側にいるはずだ。俺は船体のこともある。この辺で失礼するよ。じゃあ気をつけてな。琴の音はしんと響き、遊郭は枯れゆく、弦のみが世をつなぎ、ただ一人追いゆく。よう、カズハのアンちゃん、ここにいたんだな。オイラたちが手伝いに来たぞ。おや、
お主ら来てくれたか。久方ぶりでござるな。パイモンからカズハの兄ちゃんと呼ばれるのもこれまた趣がある。ミヒヒ、ジューザ副船長の真似だ。拙者が暗き運命を背負い歩みを重くするようなものだと思うか。ジューザ副船長から頼み事があるって聞いたのに、ここでのんびりと景色を眺めながら詩を読んでるなんて思わなかったぞ。稲妻の一件が終わり、今や拙者の心に多念はない。リーユエを再び訪ねるにはこの地の詩を学び、綺麗な音を聞かねばならぬ。お主らの手を借りたいことも本来はなかったが、お主らがここに来るのが一歩遅れたため今はある。意味がわからないぞ。本来はなかったが今はある？ってなんだよ。お前、山の中で何か悪いものでも食ったのか？何言ってるのか全然伝わってこないぞ。しー、これを聞くでござる。どう思う？お？この音はまるで銀融野郎が弾いてるみたいだな。うむ、銀融野郎。いつかその人物とも会ってみたいものでござる。旅人？うむ、確かにその通り。だがそれよりも肝心なのは、このことには不思議な力がある点でござる。この名もない古きことは、拙者が山を越える際失われたとある洞府で偶然見つけたもの。古くはあるが状態はよく、このことを見ていたらつい胸が高鳴り弾いてみたくなった。拙者が琴をつまびくと、まるで誰かが共に弾いているかのような感覚に陥ったでござる。あの感覚、実に懐かしいものでござった。まさか本当に幻覚が見えるようなものを食べたんじゃないよな。それはないと思うでござる。一曲弾き終わり、拙者は我に帰った。そしてその豆腐をよく観察すると、何かが秘められているような気がした。生い茂る雑草を見たところ、その豆腐は主が離れて随分と久しいようでござった。しかし机と椅子は埃をかぶっておらず、ほのかな香りが漂っていた。さらに風の中をざわめく雑音さえも静まり返っておったでござる。このような神秘的なところは、おそらくリーユへの伝説で語られる戦況でござろう。ということは、そのことは仙人が残した宝物なのか？どうでござろう。ただこのような奇妙な出来事は友に話すべきだと思ったのでござる。だがリーユへの友は姉君以外にお主しかいない。姉君はこのようなことに興味がないかもしれぬ。だからお主を誘ってみたでござるよ。そしてジューザ副船長にお主のことを気に留めるよう頼んだ。残念なことにお主らが来る前にこのことは壊れてしまったが、はあ、これは拙者の手落ちでござる。拙者は琴を持って四方を流浪し、ついそれを引きすぎてしまった。仙人の宝物も壊れたりするのか？あの雷神様でさえ
永遠をつかむことはできなかった。ましてや他のものであればなおのことでござろう。おい、お前はオイラたちの人活部をしっかりと守っとけよ。幸いこの程度の損傷であれば修復できるはず。今はまるで眠っているかのようなもので、琴の中の力が時とともに散っている状態でござる。正しい材料さえ見つかればそれを呼び覚ますことができるでござろう。拙者の耳が正しければその材料はルリユリ。拙者は前に言ったでござろう。風は万物のささやきを抱え巡っていると。その中のいくつかを拙者は聞いたのでござる。それゆえこの古き琴の過去を少しだけ知っておる。拙者はここで待っていよう。材料のことを頼めるでござろうか。お主はリーユエ公の大英雄、これ式のこと問題ないでござろう。風はまだお主の来訪を知らせていなかった。それなのにここに現れるとは実に見事でござる。いかにしてそのようなことが。こいつはお前が思ってるよりもすごいってことだ。見せてくれ。うむ、質の良い瑠璃瑠でござる。これなら十分でござろう。これらをすりつぶし出てきた液に琴をつければよみがえるはず。うむ、この懐かしい感じ目覚めたようでござるな。さあ試してみるとよい。あとはお主に託そう。詩人も時には言葉を素直に伝えるのでござるよ。お主に託そうとは文字通りこのことをお主に送るという意味でござるよ。再びリーウェイを訪れたのはこの地を聞くため。岩神が守るこの古き大地で山ぬささやきを聞くことができた。拙者はもう満足でござる。もちろんいつの日かこのことが不要になったら拙者はそれを取りに来よう。しかしその日が来ないことを願っておる。さあ拙者は旅を続けるでござる。こんな時リーウェ人であれば何と言うのでござろうか。ふむ、またいつの日か会おう。
Thank you.
この同点同点につ